皆さん整列、はい、こんにちは、くんです。ということで、TP もう一回する？カムするからもういいやって人は来ないで。早く並べ並べ並べ。はい、こんにちは、くんです。ということで、今回はまた一人、50人クラフトから仲間が消えることになりました。それは、タコワサくんです。タコワサくんは、ツイッターから入ることになって、まあ、いろいろ活躍はしてたんですけど、まあ、結果を出すって言った3ヶ月以内に結果を出せなかったので、今回はタコワサくんを送る。違ったっけ？あの、ミルダムのコメントがめっちゃなんか喜び一色になったんだけど。やったーみたいな。はい、はい、静かに静かに静かに。ということで、今回は、ガチさようならが一人出ました。それは、コノさんです。コノさんはかねてより、調子に乗っており、あ、バンクラフト！あ、これちょっとここでヨシコさんから、ちょっと、同期のヨシコから一言お願いします。ついに目障りが女が消えたわね。え、今そういうノリ？え、今そういうノリ？え？え、うわ。マジで笑えん。うわ、やめとけよ。やばすぎ。やっぱ空気読めない。最低。空気読めなすぎ。だって空気重いから。え、だって、よしこちゃん、だってもう盟友じゃん。はい、ということで、このちゃんはさようならです。帰ってきません。このちゃんは帰ってこなくなりました。お疲れ様です。配信荒らします。荒らせる配信もありません。このさんはさようならです。MS くん、このさんとの思い出に、でも一つだけ嬉しいことは MS のデートがなくなったことだな。それはちょっと嬉しいけど、ちょっと待って。え、つか、やっぱのじゃじゃってさ、やばいんじゃね？やっぱのじゃじゃってさ、やばいんじゃない？なんか、のじゃじゃと仲良くなるやつ、本当に全員消えてない？やっぱりおかしいよ、のじゃじゃ、ちょっと、なんか。変だよ。やっぱおかしいよね、なんか。こちらご覧ください。あ、会ってきました。このアカウントは存在しません。やっぱ、のじゃじゃやばいよ。のじゃじゃと仲良くなると、マジで消えるよ。次は君なのじゃだな。のじゃじゃ、なんか、フォートナイトの CR カップ、あの、初音さんと出るんだっけ？あー、そうか。次は、君を殺すのじゃ。消えるんじゃなくて、消してる。50人クラウドで今、のじゃじゃと一番仲いいの誰？一番仲いい人。次は、誰？ MS か。次は MS だな、じゃ。次は MS とイカオが、あの、どちらかがいなくなります。あとは、ベノムあたり。はい。ということで、優秀なパイロットが、また一人落ちました。まあね。まあ、優秀なパイロットが落ちることもありますが、まあ、また新しいパイロットが、入ってくるでしょう。例えばね、優秀なパイロット、そうだな。こまっちゃるとか、あ、有馬美子とか、まあ、ほら、有馬美子だってさ。てかさ、バンクラ勢マジで消えるよ。あと、風花と、あ、なんでもない。まあいいや。ということでね。いやいや、なんでもない。なんでもない。バンクラ勢は一体どうなってしまうのか。あ、カメス、に、ニッショくんか。あとニッショくんじゃない？バンクラから入ってきたの。あとはニッショくんだよね。カメユータ。同期のニッショくん。新参の同期のニッショくんだね。あとは、A 点後なおバンクラをしたバンクラ勢。なんかバンクラとほんと呪いに包まれてるわ。最後の一人になるまで終わらんよ。バンクラに、第二次バンクラフト。行われてたのか、バンクラフトは、実は。有馬美子に一体何ができるっていうんだ？みにゃ。
私は可愛いです。アンチとツイッターで喧嘩。カラオケツイート。まあ、銀かな。銀。銀さん。あとは銀任せるよ。銀しか勝たん。後で言うけど、だって、銀とか、なんか、すごいからね、DM。銀いきなり、なんか、いきなり DM でこれが来るから、うるせえ口だなって思ったら、普通に全部使っていたい、大丈夫です。くんさん好きなのでって銀から DM が来るレベル。それぐらい銀の DM はすごいよ。意味がわかんない。いや、まあ、銀ちゃん、それは後で動画にしよう、また。銀さん大丈夫。後で動画にしよう。それは出さないって。でもちょっと面白すぎるよ、銀さん。ちゃんと動画のことを考えてくれてる。銀ってか、喪服って知ってる？銀。銀って喪服知ってる？銀って喪服の概念あんのかな？は？黒いやん。え？どういうこと？肌が黒い場合裸でいいってこと？うん。なるほどな。はい。ということで、なんか10分もたなそうですけど、まあ、つまり、50人クラフトはパイロットが落ちてもまだパイロットが入ってきます。こんな感じの。うん、まあ、ちょっとこれはちょっと異質なパイロットだけど。はい。バトンを皆さん継いでください。23時継げるかな君に。23時51分にバトン継げるのか？うるさい。23時51分だってもうケインのネタなんか終わったくないもん。23時。ケインとのネタはどうなったの？終わったね。終わらせられてるよ、勝手に。はしご外された。うん。パージさせられたのか。じゃあ、あれしよう、亀下くんさ、あのプラグイン、例のプラグインってさ、あの音声プラグインって入れる？あの、最後にやつを潰しておろう。少し待ってない。オッケー。あ、ちなみに動画では、まだ、このちゃんの勇姿が出ます。しばらく。ただ配信では、この勇姿はもう出ません。いや、最後に声を聞いて終わろう。タイムラグ1ヶ月から2ヶ月。悲しすぎて2日間学校行けてない。お前もう学校行かなくていいだろ、指定校なんだから。お前なんだっけ、ウィッチだっけ。さよなら。あれ、ええおいおい、やめろ、おい出すなそれ、おいやめろ、うるさうるさ。はいはい、ということで、お疲れ様です。